レントゲンの接触源を見るといい。いない、まあ、異物というか、毛球症。これは、経度の不正行動。ちょっと拡大するか、深刻だ。だから感動がちょっと小さいかなと。で、まあどちらにしろさ、ちょっと食べが少ないし、あのうんちの量も少ないから、今からちょっと胃腸を動かす治療をします。はいはい、だからちょっとあの抗生症者100の1分。それからちょっと点滴します。はい。はい、おいで。言っても出てこないよ、ね。よいしょ。抗生症者は後でやろうか。後で、はい、はい、ちょっと点滴して何本か注射を打たせてもらいますね。はい、はい、50、はい、50ね。初めてだよ、点滴する。点滴初めて。よし、ごめんね。いくつか使ってんだよね。350円とか、まあ、点滴は乳酸リンゲルって言ってごくごく普通に使う点滴です、はい、まあこれすみません、人間用です。まあ、ワンちゃんも猫ちゃんもウサギさんもみんな点滴は人間用を使いますね。でも一番よく使う、要は吸収が一番いいやつね。でちょっと点滴の吸収をさらに良くする。で皮下点滴っていう方法だからすごい早く終わりますんでね。で50ぐらいやります。はい、一応もう終わります。もう終わる。50、はい、じゃあ、はいね。で30秒ぐらいちょっとつまんでたら抗生症状。はい、胸もお腹もだけど特にお腹、胃の方で、はい、中田さん、医薬チームをさ、2mm ちょっとブドウ糖と合わせてちょっと内服にしてくれる？100の1分でいい？うん、100の1分。はい。で、はい、で今やってるのは抗生症者療法といって血流を良くする治療ですね。お腹とかに。久しぶりだね。温泉がね、温泉。まだ最初に行くんだよね。2分目か、それ。まだ、あの、1回目。様子をよく観察しておいてくださいね、はい、あの、うん、何グラム食べるかとか何個運転だとか一回戻してくれる、はい、でちょっと4本注射用意しましたけど、この1本目は今点滴の吸収を良くする薬で、
まあ、おしっこが出ますね、この後ね。出なきゃダメなんだけど。それからこれが総合ビタミン剤と肝臓とか心臓の機能を高める薬だし。これは胃と腸を動かしてうんちが出やすくなる薬で、メトクロプラミド。これは痛み止めです。ブプレノルフィンで痛み止め。はい、よし。それでちょっと保湿とウェットブラシですね。さっきやったらその時から結構抜けてるね。びっくりした。はい、じゃあウェットブラシがこちらね。はい、でラクシャトンちょっとあげようかな。ラクシャトンをちょっと2ぐらい。朝もそのぐらい。あげました。ちょっとだけ身もないから、まあちょっとやっと。俺も好きなんだっけ、これって。好き。舐めるじゃん、自分から。自分から舐めてました？うん。好きだから食べるけど、緊張してる。いらんだね。そっか、もうちょっと直接言っちゃうよ。で、あと今そこにお薬用意してるのはね、はい、ちょっと緊張ほぐして食欲を刺激する薬。ちっちゃい時はそれで、うん、これで食べるかどうかね。で、はい、飲んだら30分から1時間ぐらいで効いてくるから、はい、ここに来るだけで1日2日でしょ、うん、最近は良くなってくる、うん、来ただけそうなんです。そういう子いるんですよ、半日食べんくなるとかね。もうね、逆に調子悪くなるんですよ、ね、うん、調子こがしんくなるとかね、うん、最近治療できてないから、爪だけだからあんまり。ごめんね。それでね、ちょっとカギさんがさ、そんなうんちで食べない、あの、とてもよろしくないから、はい、明日もお帰りしてください。はい、で、健康チェック表って、ノート、さっきのノート、はい、また書いてきます。うん、で、何個出てるかまで見てください、ね。うんちね、あの形とね。で、よかったら先ほどに写真撮っといてください。はい、じゃあ OK ですか、お待ちください。朝出てたのはだいぶ大きくなってきてたから、夜、明け方のやつがつながったんごめんね今日は刺激強かったね、ちょっとねレントゲン初めてだと思います。レントゲンも大きいとか小さいがあるね、この子。でも一回は見てもらった方がいいですよね。良かった。これで、あの、いろんなところ比較できますしね。ですよね。うん、だから軽度の不整合、知能性食べてるとこって普通の不整合ほとんどならないからさ、そういう素因がある可能性がありますよね。だから特に知能性、まあ、調子が良くならないとなかなか食べないけど、知能性調子良くなったらなるべく硬い知能性食べた方がいいですよね。柔らかい知能性。本当に選びますよね。うん、選ぶ。美味しくなさそうな。うん、ところだけが綺麗に残ってて、ってことは硬いところが残ってるよね、うん、だからなんだろう、ひご、竹ひごみたいな硬めのところは避けてる、あとあれはリンゴの木はかじる、リンゴ、リンゴの木っていうのはあのこういう、ああ枝ですか、枝、あもうかじりみたいなやつ、そうそう、はい、まあ周りのもボロボロです、ボロボロにかじる、あと、うん、あのドアのところとかに出せ出せって言うからつけてるけど、もうボロボロ色変わってますね。とりあえずは食欲ちょっと少ないからお薬は出しませんけど、ね、もう一回明日見せてください。それで状態が上がってくるか、うん、まあ、かもしれません。はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。